チバン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 チバン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 千葉の名産といえば落花生、おやつはいつも落花生だけど、千葉の落花生は高いから食べているのは中国の落花生。千葉バン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 。今そんなに覚えてるやついないよもうこんにちは、おばさん。こんにちは。さあババア、本日は何を作ってくれますか？はい、本日はウフマヨ。ウフマヨ、はい、ああ、ウフマヨね。あら、今日は食いしん坊ゆうきさんが来ていただいているので緊張してます。カスタネット入ってるのか口の中は。緊張してんです。3単位言わせがってまあ、あのフランスではポピュラーな、あ、朝食みたいな、前菜みたいな。フランス料理なんですね。はい、そうなんですよ。ついにフランス料理まで手出してるんですか？まあちょっとね、こうおしゃれな朝食を皆さんの食卓に。じゃあ早速作っていきましょう。プシュ東京アムアムワールド。本日準備するものはこちら。ウフ。フランス語でウフっていうってことですか、卵？そうなんです。マヨ、蜂蜜、はい、粒マスタード、はい、マイネームイズ、マイネームイズって言え、はい、オリーブオイル、塩コショウ、バタール。まずお湯を沸騰させます。はい、まあ、半熟卵を作りたいから大体沸騰したお湯に6分から7分、ボチャンってやるとね、卵が割れちゃうよそうとって言いながらでもいいから、そうといけばで、その間にもうソース作っちゃうから、マヨネーズで、今日5個分あるから大さじ、まあ1ぐらいだけど、はい、大さじ5ぐらいで塩コショウ、少々。フランスでは結構ポピュラーで、で粒マスタードで、ハチミツ私は入れちゃう。おばさん、これどこで知ったんですか？小さじ1。ちょっと待ってね。あ、はい、待ちます。小さじ1。小さじ2。どこで知ったんですか？小さじ5、はい、マヨネーズ大さじ1に対して蜂蜜小さじ1にしようかな。なるほど。でオリーブオイル、これも少々、はい、なんかおしゃれな料理のサイトで見つけた。で味見、ピピー。え、全部同じサイズだぴったし。そういうことか。やったな。そうだね、解決した。どうりだって。私は AI。茹で張ったんで。茹で張った。したらこうちょっと水でね、冷やす。理由熱いから。本当に水で冷ましてるんですか。酒でした。そうなの。ちょうどいいかも。あ、ちょうどいい。盛り付けます。こうしたらほら滑んないでしょ。うわすごい。そう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 、何これ、新しいパルコの CM みたいなパンもほんともう私がどうかなと思っただけでこれだけです。ウフマヨ。できました。イエーイ、ありがとうございます。ウフマヨ、これはウフマヨでらしいです。ということでね、今日は引き続き食いしん坊ゆうきさんに来ていただいております。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、もうご飯好きの食いしん坊ゆうきさんなんで、いやもう最高です、はい、喜んでもらいたいなと思って今日はウフマヨを作ってきました。ぜひ食べて。いただきあん。これどう？どうかな？卵を割って崩して、うん、ソースと混ぜながらとか、もう卵食べたりとか、パン食べたりとかしますよ。いける？ここら辺ですか？うん。うん、思ったより。火が通っちゃいました。時間が経過したので。でもちょうどいいんじゃない？ちょうどいいんじゃないですか？じゃあ、卵、あ、わかんない。もしかしたら、人によっては
あ、いいんじゃない、どう、火が通ってましたこれ、彼氏、ほらほら、あ、お、あ、あ、すごいほら、あ、あー、すごい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 、ほら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 、見てこういう感じなんですね。あー、卵が、あただこれをね、こうソースとちょっと絡めて、絡めてパンと食べてもらうみたいなね、おしゃれ、もうこれを食ってんすか、フランス人は。フランスは、うめぇ、あ、もう食べた、うめぇ、すごい甘い、確かに朝飯だ、うん、めっ、ほんとうまい、いただきます。なにこれ、うん、あ、うまっ、うまい、うまい、蜂蜜が、うん、うまっ、うまっ、なにこれこのポークで食った史上一番うめぇソースうまいわ。なにこれ、粒マスタードを入れたのがあっていいね。うん、ほんとに朝ごはんさ、半熟卵茹でてこれかけるだけで、うんうん、ちょうどいい朝食じゃない。うんうん、出るんじゃないか、そろそろウフマヨソースみたいなチューブのやつ、うん、チューブで欲しいな、うん、でも生姜とかのあのサイズのチューブじゃ足んないな一回に使うよ、うん、マヨネーズサイズじゃない、マヨネーズサイズですね、うん、うわ、いい音、うん、毎朝俺の朝食を作ってくれ。これ出されるとは思わないよね。毎朝俺のウフマヨを作ってくれ。フランス人家庭の味。フランスではいいな。フランスではあんの。ね、味噌汁みたいな感覚ですからね。毎朝俺のウフマヨを作ってください。結婚してくださいって言って。おうま。流行らないんじゃん。日本では。なんでですか。あの女子高生とかがさ。はい、なんで起こしてくんなかったの、遅刻しちゃうじゃんみたいな時に、はい、もう朝ごはん食べていきなさいよ、遅れちゃうみたいな時にウフマヨだよって言われて、はい、食べなきゃいけない。確かに、しかもその角ぶつかる時にこの卵乗った食パン確かにね、今朝のあいつがねウフマヨのあいつ、確かにウフマヨのあいつポテトチップスぐらいでウフマヨ味とか、あー、いいね、いいじゃん、手軽に、めっちゃいいと思う、いいっすね、うん、うまっ、うまいわ、いや、なんか落ち着いちゃいましたね。これ分かります、なんか時間がゆっくり流れてる感じがする今これがフランスか、これがフランスだ、スローフードね、フランスか、お疲れ様でした、ありがとうございます。ぜひ皆さん作ってみてください、簡単なんで。はい、それではチャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。いつでも。ありがとう、ゆりくん、ありがとう。さようなら。またね。また。絶対来るから。また遊びに来てください。